自然災害ライフスタイルチャンネルの竹内です。実はですね、今日大月の田んぼに来ていて、水加減によってやろうかなと思ってたんですけど、大雨でちょっとやらなくなったので動画で紹介したいと思います。これ溝切り機と言いまして、手動型ですね。ここにね、 V の字のカッティングがありまして、要は溝を掘ってくれる機械です。これを使うとですね、溝が掘れます。そうすると何がいいかっていうと、田んぼを干したいっていう中干しをしたい、もしくは稲刈りの前に排水したいって時に溝が切れるので、その溝に水が集まって抜けやすい。そして中干しした後はかけ流しだったり、もしくは寒暖乾水って言って、さーっと水を田んぼに入れたいんだけど、一回乾かすひびが入ってしまうと、なかなか奥まで水がいかない、そして抜けないっていうことになる時に、これをかけとくとさーっと水がいって、スーッと抜けるし、稲刈りの時にも水が抜けやすくなるので、この時期仕上げとしてこの溝切り機、皆さんもね12,000円ぐらいで買えるんですけども、エンジン付きのものはプロは使うんですけども、こういう手動のものがあると足跡をつけずに溝が切れるのでおすすめです。はい、今日はですね、雨が多くて溝を切るには水が多すぎるんですけどもね、溝を切らないともっと抜けないので、あそこが排水口なので、ここから排水口まで実際に溝を切っていこうと思います。こういう感じですね。後日またね、晴れてから見てもらえばいいんですけど、こんな感じ。溝を踏まないように、水羊羹ぐらいの硬さになった時に切るのが一番理想なので、これで溝を切って雨が止んだら、ちょっとまたもう一回押してあげると溝がはっきりすると思います。今は予備溝みたいな感じですね。こんな感じで田んぼによっては 5,6 列に1畳ずつ1本ずつ入れてあげると乾きやすくなったりしますね。はい、まあ、こんな形でここが一番水尻から遠いとしたら、ここから 1,2,3,4,5,6 だとしたら、ここで田んぼをぐるっと一周回ると同時に、漢字の目っていう字みたいな形で周りの溝に向かって感じで、はい、でこういうところは後で三角砲とかでね、押してあげると綺麗に取れるので、また水が抜けてきたらつないであげるといいですよね。はい、溝切り機っていうレトロな機械なんですけども、今でいうと非電化製品ですね。電気を使わない、人力だけでいけるということで、一生ものだと思うので、ぜひ使ってみてください。チェーン除草、タグルマ除草機、中古除草機、そして溝切り機、この3つは田んぼの三種の神器って呼びたいぐらいあると重宝する道具たちでした。どうもありがとうございました。バイバイ。